At the International Tokyo Toy Show 2008, Takara Tomy revived a classic toy, the Flower Rock, a flower that can dance to music, but now can play its own music as well as dance. 20年前、1988年 に発売されましたフラワーロックが、新しく進化して帰ってきた商品です。昔のフラワーロックは音に反応して、こう動いてくれる商品なんですが、今回はさらに光るというモード、新しいのがついています。しかもですね、ミュージックプレイヤーをこう入れていただくと、スピーカー機能として、きれいに反応して光ってくれます。例えば静かなバラードの曲とか、それからロックの曲とか、このビートをですね、感じてこう光ったり動いたりしますので、曲に合わせた動きと、それから光り方っていうのを楽しむことができます。全国のおもちゃ屋さんとか、あとそれからスピーカーとして、家電店とか、それとかですね、今回20年ぶりにですね、コンピレーションアルバムということで、ワーナーさんと懐かしいヒット曲をですね、コンピレーションアルバムを出すんですが、レコードショップなんかでもこのフラワーロック置いてあることがあると思います。手動でですね、モードをこう切り替えることができます。 1W で8インピーダンスでアンプ内蔵です。2台こうつなげていただきますと L と R でステレオになります。 DigInfo News.